エリザベス・ウェントワース・ロバーツ、1871年6月10日から1927年3月12日はアメリカ合衆国の画家、慈善家である。フィラデルフィアに生まれた。祖父はペンシルベニア鉄道の出資者の一人で鉄道と炭鉱事業で財産を築いた人物である。母親は 社交界の女性にすることを望んだが15歳で画家になりたいと思った。ペンシルベニア美術アカデミーでエリザベス・ボンソールに学び、ニューヨークでプーアに学んだ。1889年にペンシルベニア美術アカデミーの定期展覧会に出展された女性の画家の優れた作品に贈られるメアリー・スミス賞を受賞した。ペンシルベニア美術アカデミーの巡回員にも選ばれた。 パリに留学し、アカデミー・ジュリアンで、ジュール・ジョゼフル・フェーブル、トニ・ロベール・フルーリー、ウィリアム・アドルフ・ブグローに学んだ。パリには8年間滞在した。パリの紋章公園近くにスタジオを構え、はじめ動物画を描いたが、宗教的なテーマ、人物画を描くようになった。1892年の春に、エリゼグルの展覧会に出展し、好評を得。パリにいたフィラデルフィアの新聞記者が、 フィラデルフィアの新聞に記事を載せた。1897年にサロンドパリに出展し、1898年からフィレンツェを訪れ、ボッティチェッリの作品を研究した。ロバーツの絵はアメリカやパリの主要な画廊ではあまり売れず、ボストンの歴史ある美術団体、コプリ美術協会の会員になることもできなかった。1899年か1900年に帰国し、 ニューヨークの実家の住まいやフィラデルフィアの屋敷でヨーロッパでスケッチした風景画や宗教画を仕上げペンシルベニア美術アカデミーの展覧会に出展した1900年に母親が亡くなった1902年にアメリカにおける風景画に贈られる最初の賞ジェニー・セスマンメダルの創設資金を負担したこの時代は海岸の風景画を描き 各地の展覧会で展示した。第一次世界大戦中は自作の絵の売り上げを寄付し、戦争に協力した。1917年にマサチューセッツ州のコンコードにコンコード美術協会を設立し、10年間にわたってその展覧会を運営した。1922年にコンコードのジョンボールハウスを購入し、ギャラリーやホールを設けて、 コンコードアートセンターとして改装した。1923年に60点の絵画と18の彫刻を展示して、開所式が行われた。展示した作品には、クロードモネ、ロバート・ヘンライ、メアリー・カサット、ジョン・シンガー・サージェントの作品が含まれていた。相続した不動産で、マサチューセッツ女子ゴルフ協会の会長となった、グレース・キーズ、グレース・キーズと暮らした。 1900年からはコンコードでキースと過ごした。ありがとうございます。